こんにちは、ちよちゃんのお時間です。古代からアジアゾウは飼育調教されてきましたが、それでも彼らは家畜動物ではありません。それはアジアゾウが品種改良されておらず、野生種そのままの遺伝子で人間と共存しているためです。それではなぜアジアゾウは品種改良がされなかったのでしょう。そこで今回はアジアゾウの生態を見ていくとともに、家畜化されなかった理由について解説していきたいと思います。ちよちゃんでは生物などを解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。アジアゾウはアフリカゾウと比較すると人間に懐きやすく、動物園やサーカスで親しまれるほか、宗教的儀式において利用されることもあります。またゾウの利用の歴史は非常に長く、4000年前のインダス川流域ですでに始められていました。初期のゾウの利用は強い力を生かした農耕の補助でした。その後ゾウは軍用にも使われ始めます。紀元前1100年頃、その活躍を称えるサンスクリットの讃歌が複数残っています。その後先ゾウの利用はインドア大陸に隣接したイラン高原を通じて西方へ伝播し、インドゾウとそれを扱うインドのゾウ使いであるマハウとともども導入されました。先ゾウは軍事的に多くの役割を担っていました。その極と力は輸送を任せると非常に有効であり、武器や兵糧の運搬から軍楽隊の大太鼓、大砲の牽引まで幅広く用いられたのです。普通先ゾウの背には一人のゾウ使いと他に1から3人の弓兵や槍兵が騎乗していました。見晴らしの良い高所にあるため、弓兵を乗せると特に威力を発揮します。この時ゾウの上に櫓を乗せてゾウ使い以外の兵士はその中から攻撃していました。ゾウの牙はそのままか調教中に危なくないように削ってあることが多かったのですが、中には人の腕ほどの長さを持つ刃物を取り付けることもありました。戦場では先ゾウはおおむね中央の列に配置され敵に突撃しました。この突撃は時速 30km に達し、騎兵と違って歩兵の槍で防ぐことは困難です。ゾウの極から来る威圧感は大きな恐怖心を呼び起こし、訓練されていない軍隊や初めてゾウを見る敵ならば容易に回想させることができます。また牙はゾウの発する匂いを嫌い、さらにその極は騎兵突撃をも退けたのです。しかしその性質上、突撃時には前進以外の戦術行動は不可能であり、方向転換や急停止は至難の技という弱点もありました。戦争以外にも古代インドではゾウが神聖な動物とされており、ゾウを飼育することは王権の象徴であったとされています。このように非常に古くから利用されていたにもかかわらず、繁殖はほとんどされず、蹴ったなどと呼ばれる追い込み罠で野生のインドゾウを捕まえて飼いならしていたと考えられています。これはゾウの低い繁殖力と成長の遅さ、飼育下の群れでの繁殖の困難さ、妊娠期間の長さにあります。このためアジアゾウは現代まで品種改良がされていません。品種改良とは植物や動物を人為的な選択、交雑、突然変異を発生させる手法を用いて人間に有用な種を作り出すことを言います。このようにして代を重ねることで遺伝子レベルでの好ましい変化が発現し、固定化し家畜化が成功するのです。家畜と呼べるには12世代にわたって交配させ、それまでに野生の原種と遺伝的に異なっている必要があります。日本語でいう家畜化の過程では遺伝子における変化が起きるため、動物を人間の存在にならす単純な過程である調教とは異なります。そのためアジアゾウは家畜動物とは言えません。アジアゾウは食物が豊富な場合2から4年に1回、通常は5から8年に1回繁殖します。妊娠期間は615から668日で、出産するまでに1年と8ヶ月以上もかかるのです。またゾウは1回の出産につき1頭しか産みません。そして一生に5、6回出産し、この回数は哺乳類では非常に少ないのです。記録されているものの中で、ヨーロッパの動物園及びサーカスにおいて、1902年から1992年の90年間に121頭が誕生。うち34頭は1982年から1992年の10年間に誕生しています。しかし、
そのうち48頭は早産または母親が原因となった事故などで死亡しているのです。北米の動物園では1880年から1996年の116年間で104頭が誕生していますが、うち34頭が1年以内に死亡しています。世界的に人工飼育下での出産率は 0.7% 程度と言われています。日本でも繁殖した頭数は十数頭程度と少なく、順調に成長している事例はさらに少なくなります。国内の動物園での象の繁殖事例が少ない原因としては、気性が荒くなるオスを飼育する動物園が少なかったことや群れでの飼育ができていないことなど、管理のたやすさを優先して繁殖への環境を整えてこなかったことなどが挙げられます。そのため国内でアジアゾウが初めて繁殖したのは2000年代に入ってからです。近年ではオスを含む複数頭での飼育や科学的な手法の導入、施設の充実、飼育環境の改善などの取り組みが行われています。より効果的に繁殖行動の発現を促すためにメスの血液検査を定期的に行い、性ホルモン値の動向を把握して発情周期に合わせてオスとの同居を実施するなど、さまざまな対策が行われているのです。このようにアジアゾウの繁殖の技術が発展したのは近年になってからでした。そのためこれまで飼育下での繁殖率が低かったゾウは品種改良をして人の手で有益な子孫を得ることができなかったのです。また牛や羊など人より早く成長して繁殖可能になる動物は人の手で繁殖させることにより、人にとって有用な性質を備える家畜へと比較的短期間で変容させることができます。一方でゾウは授乳期間の2年を経て、オスは生後14から15年で性成熟し、メスは生後17から18年で初産を迎えます。そのため駅畜として有用になるまでに長い年月を要するゾウは家畜には不向きなのです。またゾウの調教が難しいことも家畜化できなかった理由として挙げられます。ゾウは非常に知能が高く感情豊かであるため、人間と同じように自分の意思を持ち自分で考えて行動しがちです。そのためゾウを調教するには非常に高度な技術と知識が必要となります。また非常に大きく力の強い動物のため、調教師は危険な状況に置かれることもあります。オスのゾウが発情期を迎え、大量の男性ホルモンが分泌される状態のことをマストと言いますが、このマストになると数週間から数ヶ月にわたって命令を聞かなくなるのです。それどころか時として飼い主を殺そうとすることもあると言います。そのためマスト期の短縮は死活問題です。アジアのゾウ使いたちはゾウが衰弱するとマストが終わることを知っており、該当の個体を動けないよう拘束して餌を減らすことでマスト期間をわずか数日に短縮させます。こういった措置は極めて効果的であるものの、虐待とも考えられるため先進国の動物園などでは採用されていません。このため飼育の技術が発展した現代においてもゾウの家畜化は難しいと思われます。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。